こんにゃく餅は、福島県東白川郡花輪町の菓子神野で販売されている菓子。こんにゃくこと餅米の粉を練った菓子である。無添加のため、花輪町でしか購入できない。山ふぐ餅と呼ばれることもある。独特の柔らかい食感が特徴。アドキャプション日やこの菓子の誕生には、プロレスラーのジャイアントババが大きな影響を与えている。年に、 花和町で行われたプロレス工業の際、ジャイアントババが露店で特産のこんにゃくを使ったおでんをあっという間に平らげ、その美味しさに驚いた。それを見た、神野の初代が、こんにゃくを使った菓子を作れないかと、約3年の試行錯誤を経て、こんにゃく餅が誕生したという。AB カンパニー、ザ・朝日新聞、朝日新聞デジタル、県南編こんにゃく餅福島地域。 w w w a s a h i c o m 2 0 2 1年5月27日閲覧 AB 婚約持ち本ポガシジの健康福島ポータルサイト2021年5月27日閲覧 AB 婚約持ち誕生日はコニーフモッティ2021年5月27日閲覧ありがとうございます